はいさーい、はいさーい、うなぎを取れたんですよ。はい、おうなぎですかね。こちらです。ちっちゃ、ちっちゃ洗ってきました。はい、洗ってきました。初めてさばきます、うなぎ。はるお、はるお、はるお、はるお。さあ、ハロッケー、せからせから入れた、せから入れていく。入らない、入らないから一応切れ目入れましょうね。そうですね。さあ、ポルンテジョイ、何を思う何を思う皮しか見えない。オッケーオッケー。でこれ、あ、ちょっと洗っていきましょうね。少し洗っていきましょう。最初は中でやった方が良かったんじゃないかっていうこれ包丁が切れないのか。ハサミでカットしてもいいんじゃないですか。天才、まな板の意味とは頑張れハロッキ、ハロッキ頑張ってくれ。負けるんじゃない、中骨に負けるんじゃない。負けねえ、俺は中骨に負けねえ。よっしゃー、おっしゃ、おっしゃ、刺しますか。さあ、あ、出たな、ウルバリン春を。ウルバリンか。端っこぐらいじゃん。ああ、端っこですよ。で、こっから三本刺し。あ、三本刺し。お兄ちゃん、ハロケネの、ハイセイでお兄ちゃんみたいなキャラなんですよ。そうなの？うん。知らんけど、二本で一個入りだったわけさ。うん。で、一袋開けたわけ。うん。で、新品ってこれが入ってるわけよ。ああ、そうだね。うん。一個はあったけど、もう一個が見当たらんっていう。タレはどうしよう、僕が作りましょうか。お、作ってくれる。あ、ありがとう。え、ご飯を。この網が使え。あ、早速この網が使う時がとうとう来たか。シナリオ通り。ご飯を作ろう。ましょうね、これは。あ、じゃあ浜ちゃんが火の番よろしく。管理しときます。はい、じゃあそこからですね、タレを作る準備ですよ。まず必要なのはこちら、醤油だね、これ。グダグダ。まず醤油入れていきまーす。どんぐらいですか。あ、愛情あふれるんですよ。ビリも入れよね。333って言われてる。111だった。よう分かんないです。222だっけな。はい、そして料理酒。まあ分量336でいきましょう。もう336で333を超えた。しかも 手でその直入せばいいのに手が汚れてたっていう。損する。手汚れて終わりっていう。分量はね、あの目で測ってやるんですけど、うん、もうその時代はもう通り過ぎ去ってるんですよ。過ぎ去ってた。今のもう料理は豪快にいかないとダメですよ。豪快に何のために YouTube やってるんですか。急に切れ出すって。何が測るよっていう。測るやつとかもう。あ、違うな。ステージを作らないといけないですね。ステージだな。うなぎを作るステージ、うん、サンクチュアリー作るか。サンクチュアリーを作ろう。それは何か持ってください。ここに置かないっていうね、みんな。あ、これはこれは U 字工。やぞー、まぶしい。あ、じゃあ煙が。これ多分こういうことですよね。そう、うん、すごい煙。ザルン。これは人から聞いたんですけど、はい、この皮のところ火が通りづらいから気をつけてよって。普通に美味しそうなんだけど。美味しそうだね、うん、成人男性4人。2枚。もう食おうと思ったわけ。普通に虫ついてるっていう。でもそこマグロクさんがタッションしてなかったから。おう、いいぞ。マーキング、あのマグロさんのマーキングです。若干甘い気がするな。甘い気がするな。いい色だよね、ちょっともう染まってるね。くわー、美味しそう。今ちょっとうなぎ焼いてるんですけど、こちら見てください。これ中国産のうなぎなんですけど、うん、買ってきたやつね、スーパーで。これ市販のやつと沖縄のやつ、どれ違う味、美味しいのかちょっと調べ検証ですね。でっかいな、全然違う。なんかのさっき同じように同じタレですね、うん、同じタレです。これもかけます。かけてかけて。うわ、美味しそう。なんで違いは本当に産地だけっていうことですね。確かに条件的には。あと大きさ。あ、そうですね、大きさぐらいかな。どうなんですかね、僕は美味しいと思うんですけど。取ってきたやつが、取ってきたやつが新鮮じゃないですか。うん、ジョイは
洋食が美味しいと思います。洋食が美味しいか。アンチか。アンチか。それの上に、これは何ですか？なんかそこら辺に入ってた葉っぱですね。え、じゃあ大丈夫です。これ食べれます。食べれます。ネギみたいな、ネギみたいなやつですね。よっしゃー、これみんな食べましょうよ、早く。お腹空いてますよ。もう夜ですよ、夜。とりあえず、うなぎ、あ、沖縄産を3人で食って、中国産3人で食って、誰が美味しいか。ハローキが 手で掴んだうなぎですね。手掴みで。すげー。いただきます。おや？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 そう。そう！うまい。あ、美味しい。おお、やった。うまいけど、うん、硬そうだったな。焦げてるな。焦げてる。焦げてるんだ。ああ、ちょっと焼きすぎたか。うん、今日全然俺は米と合いそう。うん、まあそうですよね。米全く麺、そうですね。いただきます。はい。あ、なるほど。どうですか。俺も腕が強いかな。身にたどり着いてないんですか。なんか、うん、ちょ、うなぎだよね、うん、味はうなぎ。うなぎ、いただきます。うん、どうですか、ジョイ。これね。これ、いやいやいや、そんなはずないでしょ。そんなはずない。硬いと、中華さんは。とりあえずこの味をインプットしておきます。比べ、比較が。橋で通る。橋で通るよ。本来のうなぎですか。絶対行っちゃっていいですか、これ。はい、ちょっと。うまい。歴然のソース。王道だな、これ。王道、うん、王道、コキントウ、これ。コキントウ味だ、これ。一方、その頃、待ってよ。もう一回、もう一回。思い出す、思い出す。勘違いかもしれないですね。顎の筋トレよ。一瞬で笑顔になるんですけど、中華製のダイクったら。うまっ。家出てたらおかわりしますね、これ。うん、うまい。さあ、うなぎ大好き、ジョイタスが、ジョイタスが包んでる、うん、ジョイタスが羨ましそうに見てる。うん、噛み応えはあるな。別に臭みとかないわけ、うん、臭みとかない、全然ない。まあちょっと、僕らの火加減がちょっと強すぎたかなっていうのはあるんですけど、うん、味的にはどっちも美味しいです。うん、美味しい。最高の美味しい。まずいわけじゃない、全然。うん、さあ、じゃあ、歯応えがすごい。みんな一瞬で笑うんですね。何が違うんだ。どうなってんだ。多分、うん、これ蒸してないから、あの中国産の中国産のなんかちょっと蒸してたやつ、なんか柔らかいね。串通した時もすぐもうスッて通って、うん、もう串から落ちるぐらいだったから、もしかして茹でてるかもしれないですね。なるほどなるほど。調理方法の違いが、うん、じゃあ左手が左手中国産、うん、右手がこれも琉球、うん、いきます。どっちが美味しかったか判定をお願いします。せーの、はい。おっとおっと、336さんが琉球。あの、俺は米と食って気づいたんですよ、はい、味が濃いから、あの沖縄産のやつ、うん、俺は米に合うんだったらもう一緒これですよ。ああ、なるほど、はい、米、僕は米に合えば正義なんで。あ、うん、考え変わったか、ハロッキー。ドローですね。多分これ インチキって言ったらあれなんですけど、中国産の多分うなぎは調理過程が違うと思うわけ、うん、多分蒸してるのかなって。柔らかすぎるんですよ、めっちゃ。で、自分なんか取ったうなぎも同じやり方でやったら同じぐらいになるんじゃないかなっていう、可能性込みのという可能性があるんですよ、うん、なるほど。ジョイさんは中国にあった、まあ、普通に普通に食べれる、あ、食べれる方の味は中国、うん、あ、でもあの沖縄産のやつも普通に食べれるんだけど、まずいわけじゃないけどな、うん、まずくはない、全然まずくはないんだけど、うん、春一さんのネギを忘れたぜ。あ、
ハルイチさんのネギを使い忘れたんや、俺ちは。うん、俺は家で持ち帰って全部作った。くそー、うれま。同じく。マジか。家でたこ焼き作った。マヒーもらった時に。そばに入れた。成功じゃないですか。はい、ということでごちそうさまでした。ごちそう。いや、本当に最高でした。ありがとうございます。どうですか、うなぎ。うなぎの、まあ、我々、あの大うなぎとか、取ったことあるんですけど、ドブ川で。あのうなぎっていうのは本当に土木臭いっていうのがひどかったんですよ、で今回綺麗なところで撮ったんで、だいぶ全くしないですね。よかったと思う。まあ比較しすぎたね市販のうなぎにやっぱり勝てませんわっていう感じだったけど、まあ、市販のうなぎ美味しかったですけどね、ただ全然うまかった。臭くもなくてね、今度撮れたらもっと蒸したりしてね、あ、工夫して、工夫してやればもっと近く、もう上回るかもしれないですね、可能性はありますよ、全然。どうなったら、捕まえたらやりますか。やりましょう、捕まえましょう。はい、ということでね、はい、あのうなぎ最高に美味しかったです、はい、ご視聴ありがとうございました。ありがとうございます。ごちそうさま。ごちそうさまでした。ジョイさんの半笑いっていう。